太陽チャンネル。はい。マミコンちゃん、太陽チャンネルです。はい、ということで、はい、今回はね。こちら。はい、こちらね。これはなんていうの？ジャニーズ。これはキンプリ、キング&プリンスと、はい、韓国の防弾少年団。はい、BTS って呼ばれてる。お父さんさっぱりわかんないからね。はい、はい、そちらの福袋、今日ね、イオンで販売されてて、これみんな持ってたよ。そう、みんな買ってたんだよ、これみんな買ってたよ。今日はそちらの福袋を開封したいと思います。さあ、どんなものが入ってるでしょうか。はい、はい、じゃあみんなで仲良くね、はい、開けていきましょう。はい、いいよ。なんだそれは。お、なんだそれは。見て、わあ、わあ、え、なに、終わらない。ちょっとこれちなみに一袋いくらでした？2160円。あ、意外と安い。まあ、ファイルかな。はい、見た。ファイルと、まあ、写真とかシールのセット。シールこれは何だ。なんかタオル、ジャンボフラッグ、旗。旗。うわ、すげえこれ。なんこれ、なんかボックスなんだ。収納ケース。ほうほうほう。あれかな、塾用とかかな。そうだね。はい、これがキンプリでしょ。で、これが一緒だな、中身見て、写真が違う。あ、本当だ。これもファイルみたいな。ファイル、写真とシールのセットでしょ。うん、で、見て、ほらほら、ジャンボフラッグ。誰？中身のそのアイドルっていうの、人が違うだけ。そう、いや、でもこれ好きな人だったらいいんじゃないかな。うん、まあまあ、でも使えるんじゃないですか。使わないから、これ好きな人だったらプレゼントしようかな。プレゼントしようか。今人気だから。お母さんニュースが好きなんで。中身はね、こんな感じです。はい、やりました。ほら、子供たちの興味のなさ。ちょっと、なるよ、これどう。ランちゃんさんも対応的にどう。はい、ということで、はい、ということで、はい、こちらはね、大好きな方にね、親戚か、いとこか、ね、女の子がいますんで、はい、プレゼントしようかなと思います。はい、ということで、太陽チャンネルでした。バイバーイ。よし、来年も買うぞ。買うんかい。